えミララン・クンクデラのの存在の耐えられないい軽さについてお話しします、えー、私がクンデラという作家を知ったのは大学3年の時でして、まあ、ちょうど卒業論文のテーマを探していた時でした、えーまあ、その頃ですね、まあ、私は、えー、小説の言葉って何だろうとかですねあるいは、えー、私たちは小説を読んでいる時に、まあ、一体誰と話しているんだろうとか まあ、あの、お話の内容よりもですね、まあ、そういったことの方が気になってしまって、ええー、まあ、いた、そういう、まあ、時期でした。ええー、まあ、そんな時ですね、まあ、たまたま、その、大学の生協で、ええー、まあ、その、ブックデザインというか、カバーデザインに惹かれて手に取った、まあ、集英社文庫のですね、ええー、まあ、不滅という小説があったんですけれども、まあ、それがですね、あの、クンデラという作家と私とのまあ出会いだったわけです。 えまあこれはちょっと変わった小説でして、えー、まあな何て言うんですかね、その物語の中に現実の作者が登場してきてです、ね、あの今書いているこの小説をどんなふうに着地させようかなんてことを、ね、あの,他の登場人物とまあ話したりしている、えー、まあそういう小説の裏側を見せてくれるような気がしてです、ね、まあ、それがあの当時の自分にはまあただただ新鮮に思えたものでした。 そんなふうにして私はクンデラという作家と出会ったわけなんですけれども、まあ、いろいろ読んでいくうちにですねあのクンデラに対する、まあ、最初の印象がです、ね、少しずつ、えーまあ、変わってきたんです。えーまあ、最初はですねそのクンデラという人は、えーまあ、ちょっと気をてらったところのある、まあ、遊び心のある作家なのかなというふうに、まあ、考えていたんですけれども あのまあ、それはまあ決して間違いではなかったと今でも思っています。ただですね、あの初期の頃に書かれた小説、まあ、例えば冗談という小説があるんですけれども、あのそれを読むと、ですねこちらはまあとてもオーソドックスな小説なんですね。えー、まあどちらかというと、その精緻な構造で読ませるような、えー、まあそういう職人的なうまさのある小説とでも言えばいいんでしょうか、まあ、そうした小説だったんですね。 えー、でクンデラはですねそういう小説を書くことから出発しているわけなんですけれども、まあ、いつの間にかですねそういう職人的なうまさを、まあ、捨てて、えー、独自の道を歩み始めていたわけなんですねで私がクンデラという作家に本当の意味で引きつけられたのは、まあ、このことに気づいた時だったんです、えー、どうしてこの作家は、まあ、これほど完成されたスタイルを持っていながら、えー、それを捨てて 新しいスタイルを獲得することになったんだろうとまあ、この疑問がですね。まあ、私の研究の出発点になりました。えー、まあ、日本の大江健三郎という作家がいます。けれどもまあ、彼はですね。クンデラと同時代人でして、まあ,あの互いにですね。小説家としてまあ認め合うまあ、そういう関係であったわけですね。で、その大江もですね。初期の小説と。 まあ、あの晩年の作品と比べてみるとですね、そこには非常に大きな、まあ、スタイルの変化があります。応、え、援、ーまあの場合にはですね、まあ、ある時息子さんが生まれて、えー、小説の中にその息子さんがたびたび登場するようになってくる、まあ、そうした出来事があったわけなんですけれども、クンデラのスタイルが変化したことの背景にも、まあ、その人の人生に深く関わるような何かが まあ、あったんではないかと、そのように、まあ、考えたわけです。えー、じゃあ,あの、クンデラはどういう人生を歩んできたのかということになるだろうと思います。えー、彼はですね、1929年にチェコスロバキアで生まれました。えー、そうするとですね、まあ、第二次世界大戦の、えーまあ、後にですね、社会主義の時代が訪れるわけなんですけれども、まあ、その頃が彼の青年期、えー、であったわけです。 であのクンデラというと、ですねあのやはり小説家というイメージがえ強いんじゃないかと思うんですけれども、あの若い頃はあはむしろ詩を書いていたんですね。で、実は、まあ、詩人として出発している。えー、で、まあ、それは彼がですね共産党とです、ね、非常に近い関係にあった頃、えー、その時期のことなんですね。でところが、まあ、そういう関係にもですねだんだんと変化が生じてきまして。 60年代に社会全体がですねあの自由化してくるわけですそうするとクンデラも、まあ、精神的にですね徐々に党からえ距離を置くようになりますでそうした中で、まあ、彼は詩から小説へと、えーまあ、いわば転向することになったんですね、えーまあ、つまりですね冗談という、まあ、先ほど名前を分けた小説ですけれどもそれが書かれる前に すで、まあ、に非常に大きなスタイルの変化が、まあ、あの、クンデラにはあってですね。えー、その変化は、チェコスロバキアという国の、まあ、政治的な状況とも、えー、密接な関わりがあったということになるわけです。で、まあ、かつて共産党と、まあ、近い関係にあった詩人としての自分自身を、まあ、状況の推移の中でですね、距離を置いて眺めるようになったのだと思います。えー、では、 えー、クンデラがですねあの小説を書くようになってからのスタイルの変化、えー、つまりまあ冗談と不滅、えー、との間でまあ起きたと思われる変化は一体何に起因しているんだろうとまあこれはあの簡単にはですね言えないようなところがありまして、まあ、原因はいくつかあるというふうに思うんですけれども、まあ、一つ決定的な出来事として挙げなくてはならないのは1968年8月のですね ワ、えー、ワルシャワ条約機構軍による、えー、プラハ侵攻です、えーまあ、プラハの春、えー、というふうに呼ばれるチェコスロバキアの、えー、自由化の運動はですね、えー、これによって、まあ、完全に継いることになったわけです。でクンデラはその際にですね、まあ、新しい社会の体制にとって有害な知識人、えー、というふうに見なされてですね、えー、その著作は発禁処分になります。 でこうしてクンデラは、まあ、祖国チェコスロバキアで作家として生きていく、えーまあ、そのことを断念せざるを得ないような事態に、まあ、追い込まれてしまうわけですね。でまあそうしたことがあって1975年にフ,にフランスに亡命することになったわけです。ですからクンデラはもう50歳近くになって、まあ、新しくフランスに足場を移して。 えー、自己語を全く返さない読者の前に、えー、立たされるということになったわけです、えー、そこでもう一度、えー、作家としての自分自身の歩みを振り返って、えー、新機一点生まれ変わる決意をしたのではないかとまあそのように思います、えー、そのことがまあクンデラに、えー、彼独自のものと言える特別なスタイルをもたらしたのではないかとそのように今私は考えています えさて、えー、一見するとですね、あの非常に木をてらっているようでもある、えー、まあ私もそう感じたものですけれども、そうしたクンデラのスタイルとは、まあ、具体的にはまあどういったものなんでしょうか。えー、小説の裏側のですね、書いている手つきを見せる、えー、というふうに申し上げましたけれども、それが一体どういうことなのかということをですね、えー、今日は、存在の耐えられない軽さという小説を例にお示ししたいと思います。 であの今ですね、あの私があの手元に置いていますのはですね、あの西永義成先生があのフランス語から訳された川で処方新者の存在の耐えられない軽さというものをですね。ちょっと分厚い本なんですけれども、まあ、こういうものがあります。 であのこちらのですねあのハードカバーの分厚い本とは別に、ですねあの集英社文庫にも、ですねこちらは遅コ語からの翻訳、えー、として、あの知の英一先生のお存在の耐えられないらさがあります。でどちらもですね素晴らしい翻訳ですので、あのご興味を持たれましたらあの、ぜひお手に取りやすい方でですね読んでいただければ幸いです。さて、あのこの「存在の耐えられないらさ」という小説なんですけれども、 あのドイツのです、ね、哲学者である、えー、フリードリヒ・ニーチェの話から、えー、始まっているんですね。えー、でまあ一体これはどういう小説なんだろうというふうにのっけから驚かされるわけなんですけれどもあのクンデラはですねあのニーチェの思想を、まあ、一種のこう跳躍台のようにしてですねあの物事の、えー、軽さと重さについての、まあ、非常に独特な考察をそこから展開していくんですね。 であのその後に、まあとにこういう一節があるんです。でこれをですね、あの西長役からあの引用をします、えー。私はもう何年も前から、えー、戸回しのことを考えている。だが、彼の姿が初めて私にはっきりと見えたのは、えー、以上のような考察をきっかけにしてだった。自分の家の窓辺に立ち、中庭の向こう側の正面の建物の壁に、 じっと目を凝らしている彼の姿を私は見たのだが、しかし彼は自分が何をすべきかわからなかった。はい、えー。私はもう何年も前から友達のことを考えている。というその私、えー、というのはですね、この小説を書いている、まあ、クンデラその人なんですね、えー。クンデラはもう何年も前から自分の小説の登場人物のことを、えー、考えてきたわけです。 ところが、その姿がどうしてもはっきり見えてこなかった。で、えまあ、ある時にですね、軽さと重さをめぐる考察を通じて、えーまあ、窓辺に立って正面の壁を見つめている、えそういう戸回しという男の姿が、まあ、見えるようになった。と、まあ、このようにここでは言っているんですね。で、あのまあ、こんなふうにしてあの、この小説は生まれてきたんですよというようにですね、わざわざまあ教えてくれているということだと思います。 であのこの窓辺に立ち正面の壁を見つめているトマーシュというイメージはですねあの映画版の存在の耐えられない軽さ、えー、でもまあ非常に大事なものだと考えられていましてやはり冒頭近くでですね映像として提示されています。であのこの映画版原作とはまあちょっと違うところもあるんですけれどもあのとても見応えがあって面白いと思いますのであのぜひご覧になってみてください。 フィリップ・カーフマンという映画監督の作品です。さて、小説に話を戻しますけれども、小説家が登場人物の姿を見出した、そういうエピソードを語っているわけですね。その一節にですね、皆さん、どういう印象をお持ちになりますでしょうか。小説家がですね、自分の語っている物語の前に、しゃしゃり出てきて、 でしゃばりな人だなというふうに、まあ、あの思われたかもしれません。で、研究者の中でもですね、あのそういうふうに捉える向きはやはりありまして、まあ、私もそういう見方を最もだなというふうに思っているんですけれども、まあ、それとはまた別の見方もできるのではないかえということをまあ考えています。で、それはあのどういうことかと申しますと、まあ、この小説の中でトマーシュというま人物が経験するのは、 まさに1968年のプラハでの出来事なんですね。そしてまたそれに続く、まあ、占領下の日々であった。でこれはあのクンデラー自身がですね、まあ、半ばは体験したことであって、まあ、もう半ばはもしかしたら体験するかもしれなかった。まあ、そういうことなんですね。従、まあ、ってですね、トマーシュの人生というのは、 まあ、クンデラの人生がもしかしたらそうだったかもしれないようなものでもあるわけです。でそういう文脈の中に、まあ、このクンデラはですね、いや、これは小説なんだというようなですね、仕方たで、まあ、いわば介入してきていて、まあ、現実とフィクションとの間の隔たりをですね、まあ、むしろ強調しようとするわけなんですけれども、まあ、それは同時にですね、その自分自身の人生を、 ま、遠くから見つめ直すすとととそそういういいことでも、まあ、あるんだと思います、まあ、おそらくは、まあ、そういう遠回りな仕方たで、まあ、かつての自分を距離を置いて眺めるしかないとでその背景には地理的にも、まあ、そして時間的にもですね祖国を遠く離れた、まあ、亡命坂ならではの苦しみあるいは葛藤があったのではないかというふうにも思われるわけです。 であのクンデラの語り手はですね、まあ、いつも非常にひょうひょうとしていまして、まあ、あまり思い詰めたような様子というのは見せないんですけれども、だからこそですね、そうした内心の葛藤が透けて見えるようなところがあって、まあ、私はですね、まあ、クンデラの、まあ、一番面白いところはそこじゃないかなというふうに思っています。えさてえ、ここから先はえ、この存在の耐えられない軽さという、まあ、小説の物語の部分ですね。 これをもうう少ししご紹介したいといとううに思っています、まあ、あのこれは結構複雑な小説でしてあらすじを取り出そうとしてもなかなかうまくいかないというところはあるんですけれども、まあ、あの先ほども少し話題にしました「軽さと重さ」という主題ですねこの主題の観点からどういった物語なのかということを簡単にご説明したいと思います。 えー、でこの物語にはです、ね、主要な登場人物が4人いるんですね。で、その1人はもう名前が挙がっているトマーシュという男性です。で、彼はプラハの大きな病院にです、ねえー、勤務している、えー、非常に優秀な外科医という設定なんですね。で、一方ですね、まあ、私生活においては、まあ、彼は大変な、えー、なんと言うんでしょう、プレーボーイ。 えー、というんですかね、えーまあ、あのたくさんの恋人がいる、まあ、そういうプライベートを持っていたんです。えーまあ、そういうふうに言うとですね、あのどうして恋人が一人だけでは満足できないのかというふうにですね、あの憤慨される方もおられるのではないかと、えー、思うんですけれども、まああの、トマッシュがですね、複数の恋人を持つのは、あの恋愛におけるステディな関係というんでしょうか。 えーまあ、そうしたあの関係がですね、あの彼のトラウマになっているというまあ事情が実はまあ,あるんですね。えーまあ、ただ一人の人間を愛してしまうと、まあ、そのことによってまあ様々な重さ、それは感情の重さであったり、まあ、あるいは責任の重さであったりするわけなんですけれども、まあ、そうした重さをも抱え込むことになるわけです。まあ、それが怖いで。そういう重さから逃れるために、 まあ、恋愛の対象を分散させているえというふうに考えることもできると思います。えところがですねえ、そうしたトマーシュの生活の中に、テレザという名前の女性が入ってくると、まあ、トマーシュはですね、重さを引き受けざるを得なくなるんですねえ。トマーシュはこのテレザという女性を深く愛し、彼女と結婚するんですけれども、まあ、そのことがもたらす重さ、 は、まあ、彼のそれまでの恋愛とは全く相入れないものであったわけです。えそこで、トマーシュは、まあ、テレザを愛しながらも、えーまあ、恋人たちとの関係も変わらず維持するというですね、一種の二重生活を開始することになります。で、そのことは当然ながら、テレザを傷つけ、苦しめもするんですけれども、トマーシュは、まあ、どうしてもそれをやめることができないわけ で、あの、こうした恋人たちの中の一人にですね、サビナという女性がいます。え彼女がトマーシュの人生のもう一方の曲、まあ、いわばカルサという曲をですね、代表するような人物ということになります。でサビナはですね、画家なんですね。えそして、経済的にも、まあ、心理的にも恋人になっている男性から、まあ、自立した女性として描かれています。 その点でもです、ね、トマーシュに依存している、まあ、この物語のもう一人のヒロインであるテレザとはえ対照的なところがあるわけなんですけれども、えー、彼女はテレザに対しても、まあ、非常に友好的で、えーまあ、2人の間には奇妙な友情が結ばれることにもなります、えーまあ、その成り行きにですね、気をよくしたトマーシュは、えー、テレザとサビナの間、まあ、重さと軽さの間を行ったり来たりして まあ、テレザをますますす傷つけることになってしまいまいす、えー、このトマーシュ、テレザ、サビナの3人に、まあ、後にサビナの恋人になる、えー、フランツという男性を加えた4人が、えー、この物語の主要な登場人物、えー、ということになるんですけれども、まあ、フランツの話を始めると、また少し長くなってしまいますので、それについては、まあ、奥としてですね、えー、ここではトマーシュの人生が、 2人の女性との関係を通じて、軽さと重さという主題の変装を奏でているということを確認しておきたいと思います、えー、まあ考察すべき主題、あるいは音楽の言葉で展開すべきというふうに言うのがいいのかもしれませんけれども、そうした主題が先にあって、それが小説の登場人物の具体的な状況の中で変装曲のようにだんだんと変装されていく。 まあそういった具合なんでですねでこの重さと軽さという主題は小説の展開の中でまた別な仕方でですね変装されていくことになります。68年のプラハ侵攻のあとトマーシュとテルザはチェコスロバキアを出てスイスに今日定めることになるんですけれども えーまあ、自分がですねトマーシュの自由な生活のお荷物になっていると、えー、そういうふうに感じたテレザはですね、えー、トマーシュを、まあ、1人チューリヒに残し、えー、プラハへと舞い戻ることになるんですね、えー、でトマーシュはそこで、まあ、テレザのいない自由を謳歌することができるということに、まあ、気が付くわけなんですけれどもそうしたあの軽さの側にとどまるのかそれともテレザを追いかけてですね 重さの側へと赴くのかという選択を迫られることになります。で、あのこれはあの究極の選択とも言うべきことでですね、あの一度その西側からですね、東側に戻ってしまうと、もう二度とその国を出ることができないと、そういう状況なんですね。ですから、 軽さと重さという主題は、まあ、ここでは非常に緊迫した政治的状況の中に置かれた、まあ、カップルの運命の問題として、えー、変装されているということができます。えー、この小説の中には他にもいくつかの主題があって、えー、それぞれの主題の変装を追いかけていくことで、まあ、そこにです、ねまあ、ある種の複雑な音楽 が立ち現れてくる、まあそういった作品になっているんですね。で、今ご紹介した内容というのですね、小説の、えー、まあごく一部分でしかないんですけれども、まあぜひですね、その先までお読みになっていただいてですね、そこに流れている音楽をじっくりと鑑賞していただければというふうに願っております。